こういう場を用意していただくと僕もその頭の中を整理できて「そうか俺は啓蒙が好きなんだ」っていう言葉は出したの初めてですあっそうなんですねこんなに言ったのに今20回ぐらい言ってましたもうありでたかとじゃあこれについてどう思いますお寿司屋さん有名店で修行してないとみたいなよく分かんない価値観があってそれに支配されちゃってるから 腕とかっていうんだけど僕は道具だと思ってて僕あ僕<ー>一応ジムをやってるんですけども堀江<ー>さんジムをやってたらどういうジムにしたんですかよくそういう系の質問来るんですけどみんなの健康寿命を延ばしましょうっていう KPI を達成するのに最適化に近いのチョコザップとかは割と近いよなとは思いますはいはい、はい、コンサルはしてますけどああ<ー>そうなんですね ホワイドにが僕は言い出したはず確かあそうなんだえなんか結構いろいろ言ったんですけど全部やりますとかって言ってました、ね、いいな言ってほしいよなんか企業とかするのにマクロのことあんま考えてもしょうがなくない尊敬してる起業家とかいらっしゃるんですいないいないないですいないですいないなんなら自分がでもこうなるんだっていう そうだからな,なかなかそのリスペクトできる人がいないよねみたいな <laughs>、うん、だからなんでこんな儲けてるのに、はい、なんかこんなつまんねえことしてんだろうこの人みたいなああ繰り返して繰り返して同じことずっとやってんじゃんみたいに思っちゃうすかそのお金を持った人たちの共通項みたいなことを大体みんななぞってるからなんか飽きないのかなと思って、えー、だからか分かんない僕は飽きっぽいのかもしれないですけどね、はい 例えばですけどじゃあこれについてどう思いますお寿司屋さん聞、はいたことありますお寿司屋さん行かれます行きます。行きますじゃあちょっと聞きたいんですけど寿司って飽きません寿司飽きるかなだいたいさ出てくるネタ一緒じゃん握りの形も一緒じゃないですか、うん、おつまみも似たようなのしか出てこないじゃないですか、うん、飽きません 寿司飽きるってあんま思ったことないですね正直。寿司は食べたいもんだから。いや寿司は食べたいけど寿司ってその寿司の定義を考えるならばそのご飯の上にネタが乗ってますよっていうのは基本なわけじゃないですか。うん、だけどそのご飯とかネタとかってもっといいものあるよねって思いませんか。ああ<ー>、うん、まだ追求しきれてないってことですか。 そうですねあれは多分なるほどあの最適解ではないと思うんですよ、ね、なるほどだから人が考えたものなんできっと向こうの異文は文化ですよねその歴史というかそのこれまで積み上げてきたものがこうだったいやいやっねえ僕はずっとその寿司屋の修行10年はアホだみたいなことで炎上してるようにあのあとだからずっと寿司について考察をしていて、はいはい、あれはやっぱりあの言葉を選ばずに言うと「 その何もできない人たちのセーフティーネットだったんですよ、うん、要はつまり<司>頭も悪いし、うん、なんか顔も大して良くないし、うん、運動もできねえし、うん、実家は金持ちでもないみたいな人ってやることないじゃないですか、うん、社会においてね、うんうん、いだからお前なんか10年ぐらい寿司屋で働けばまあ店ぐらい持てんだろうっていうのが。 寿司職人なんで<ー>何もできいやでも容量が悪いから、最初の2年とかは皿洗いしかできないですよね。<ー>で、やっと卵焼き焼かしてもらって、なんか握りは盗んでおこうやろみたいなこと言われて、10年経ってやっと一人前になるっていうのがまあ、容量が悪い人はそうするしかないし。うん、あと師匠が教えてくれたこと以外はやると不器用だから失敗するんですよ。うんうん、だから同じことをやれと。 怒られますよ本当に、うん、あの10年とか修行した寿司屋から、はい、独立して新しいネタとか考えて出したりすると「うん、てめえ何やってんだよ!」とか「<ー>ちくりが入るんですよ常連客から」「あいつなんか調子に乗ってなんか変なこと始めてますよ」はい「師匠叱ってやってください」とかっつってっもう飛んできますよ電話かかってきて「すいません」とかっつってそんな世界ですだから全然変わんないんですけど、はい、つまんなくないですか ななるほどなんかすごい言いたいことめちゃくちゃ分かりました確かにまあもし自分に寿司屋の概念なくて寿司というシステムで飯作れって言われたら追求すると思います多分、うん、何が載せたら一番うまいか、うん、そもそもこの形が一番うまいのか、うん、試しますねだって江戸前の寿司って実は今の2倍ぐらいあったんですよ、ね、あでかいんですよね<ー>そうでかかったんでちょっとでかいの食い切れないから半分になったんですよね確かにねだから2つで1セットなんですよ、うんはい そういう寿司屋あってもいいですよね考えてみたら新寿司屋<や>全て全部追求しかしない寿司屋いやうちで作ってんですよ<あ>寿司屋も作ったから自分たちで司屋作って遊んでるからすっげえ分かりやすいですよいくらのショットとかいくら醤油漬けのいくらに遠野屋さんって岩手県のめちゃくちゃ美味しいどぶろくを作る人がいてそこのどぶろくをショットグラスにいくら入れて錦鯉とかつって出してたりとか。うん これもめちゃくちゃゃくいですよその酸味といくらのうまみとが口の中でマリアージュしてめちゃくちゃ味いんだけど、はい、多分うちが初めてやりましたねそれも<ー>だからやっぱり大江さんって日常から結構疑問符つけてなんでこのスタイルなんだろうって思ったらあれですよね自分でやってみようって言ってやるタイプですよねそうあとわ,わさびチャレンジってやってるんですけど、はい、わさびチャレンジそうなんですかいやわさびをかんぴょう巻きの上にどんだけのせるかみたいな <laughs> 富士山とかチョモランマとかダブルチョモランマとかっていエルベストで外人とかめっちゃ喜ぶんですよねそれをだから動画とかでインスタで拡散したりしてみんなわさびチャレンジやりたいとかっつってくるわけですよ。ですっていうかそんなことやったら師匠に怒られるそうですよね師匠がいたら絶対怒りますよね。 そこだからでもそうならないようにもう自分でやっちゃうってうで作っちゃったってことですねそれはもういやだから師匠なんかいらないし結局寿司って何が重要かってネタとネタの処理とだから包丁とかなんですよ結局それは当然最高のものを僕たちは仕入れられるんでそのんで作ったか寿司屋作ったかっていうとうちはそのマギオマフィアのゲストが結構外人のセレブが来るわけですよただそいつらが 明日寿司斎藤に行きたいとか言うから「バカ言ってんじゃねえよ」と「半年前でも予約取れねえんだぞ」みたいなことが頻繁に起こるからじゃあ斎藤と同じようなネタを用意できるのでうちで寿司屋作っちゃえとすげえそういう話なんですよな何か例えば仕入れの時にそういう 昔ながらの弟子取ってるところにしかあんまいい魚売らないみたいなやっぱり彼らはその外人のセレブとかに自分たちのネタが食べられるのはすごく嬉しいから、まあ、な,んなんだかんだ言ってみんなミーハーなんですよ。だってさ、ね、デイビッド・ベッカムさんにう,、ね、うちのマグロが食べられたとかって言ったら本当はそうなんでしょうねみんな。そ<う>ミーハーハなんでしょうけども なんでしょうねでねあと外人は静かな寿司屋が嫌いなんですよ本当はああ気まずいっていうかプレッシャーですよねプレッシャーだしムズムズしません多分ずっとねちょっと気まずいなじっとしてろみたいな静かにしてろとかやつら喋りたいじゃないですかずっと喋ってるじゃないですかだからそういう文化だから窮屈ででしょうがないんすよだから騒げる寿司屋が欲しいんですよああ そう,そういうことなんだなそういういことなんですよだからそういうふうに本当はアップデートしていかなきゃいけないんだけど、うん、そ,のそもそもの構造がそういう構造になってて、うん、なんか分かんないけど修有名店で修行してないと駄目みたいな、うん、よく分かんない価値観があってそれに支配されちゃってるからそれが意味のあることだったらいいと思うんですけど別に意味ないんで。うんうん ただ何もできない人のセーフティーネットはなくなりますねこれから、うん、もう寿司屋はそういう要領のいい人たちの結構だからもう草刈り場みたいになってるんでもともと弱いんで戦闘力が<ー>だってずっと同じことやってるんだからはい、うん、そうかシビアな戦いになりそうですね相当シビアだと思いますよだからどんどんバレてくんでなるほどそうある べきだなって今僕は最近ほら最近ほら社長さんが寿司スクールに通うのとかなんか流行ってるじゃないですかね芝孝太郎さんとかありましたなんかみんな寿司屋に最近寿司スクールに通うになっててネットで調べたとかもあるもんね僕も自分で握り練習したことあります家でだったら家で自分で握ればいいやと思って確かにだから腕とかっていうんだけど僕は道具だと思っててえ 道具を使う仕事とか、道具を使うスポーツとかっていうのは道具に金をかけたらまあまあ強くなるんですよ。うん、ゴルフって絶対そのフィッティングってのをやった方がいいんですよ。はい、ゴルフクラブの。だってみんな足の長さとか身長とか腕の長さ違うわけだから、うん、同じクラブで合う人と合わない人っているわけじゃん。うん、だから絶対合わせた方がいいんですよ。来角とか全部変わるんで。 だ最適な来角に変えてあとそのシャフトもあれ結構いい加減に刺さってるんでそ,それのチューニングしたらめちゃくちゃスコアよくなりますよ平均スコアが絶対上がる道具に金をかけろと例えばトライアスロンとか<ー>絶対自転車にお金かけるんですよ、はいはい、なんでだから40代の社長とかがトライアスロンの選手で多いかっていうと、はいはい、金かけたら強くなるからですえ そういういことかだってあれ1台200万とかしますからねの僕の自転車も200万ぐらいするんで200万するんですかするんですよ乗ってみて<笑><笑>200万のチャリます,すごいだろうなそういうところにだから料理も絶対包丁に金かけるべきなんですよまあどの包丁でもうまい寿司作れる選手権じゃないですもんねあの正直包丁めちゃくちゃ切れますよ<ー>僕も包丁10個ぐらい持ってるんですけどへえ いやでも圧倒的なインプットやっやぱり行動力だなそう考えると自分でやっかね金かければ住むところは簡単じゃないですかはい、うん、確かに時間かかんないですもんねあのなん,かなんかみんなすごい腕だとかって言うんだけど僕は道具だと思ってますねそういうことだが外国行くとさあんま美味しくないじゃんなんかレストランとか一に,に比べると、はい、あれは一つは道具ですよ道具が弱い弱い切れねえもん包丁 そのイメージありますね。確かに全然切れない。もん日本すごいんですよね。だから、そう考えると、道具のクオリティっていうのは高いんですよね。うん、そう、それは食材がいいからですよ。ああ<ー>。美味しい食材を美味しく調理するために。っていうのと。まあ、やっぱでも自然環境がいいんで、うんうん、その。まあ、もともとね、包丁の技術っていうのは日本刀の技術なんで。はい、で、もちろん、その鉄器の技術は当然。朝鮮半島から伝わったわけだけど。はい、それは独自に進化して。うん タタラ製鉄で鋼鉄鋼を作って日本刀を作ってで江戸時代になって平和になったんで刀刈りもあったし、うん、なんであの日本刀の職人が包丁とか釜とかを作るようになったわけですよ。って、はい、いうのがあったんで包丁がすごくだから焼肉なんかも韓国から伝わったんだけど日本に来て進化してますからね。うん 私思いましただからやっぱりこれだけ圧倒的知識があったらそれはビジネストライしたら成功しますよねでも新しいものは、はい、僕新しいものをやるときはちゃんと調べますよその歴史<キ>からずっと調べてるわけじゃなくて何かまあ走りながらですけどねうん、うん、だから例えば予防医療普及協会っていうのは何で始めたかっていうと まあ、医療ビジネスに何らかの形で関わりたいなと思っていたんですがあの一番最初はあんまりうまくいかず、まあ、それでも赤字は出ないぐらいにはしたんだけどそれはサプリのビジネスでお医者さんが監修するサプリみたいな、うん、肝臓サプリってのを作ったんですけど、うん、肝臓って甘い草のサプリ漢方には必ず入ってるんですよその肝臓って。主成分グリチルリルシン酸って言うんですけど これ、医者とかが二日酔いの時の時点滴に入れたりすするんですよね、うん、そうすると、はい、なんか知らないけど肝臓の機能が良くなるんですよ。<ー>よく分かってないらしいんですよ、はいまだにグリチルリシン酸が何で効くのか。うん、ただ肝臓ってその体のデトックスとかやる部,、うん、部位なので。 肝臓の機能が上が上ればだすよんだから漢方薬って全部肝臓が入ってるんですけど<ー>それをサプリにして出したんだけどいまいちうまくいかず<ー>まあ在庫は売り切りましたけどなんかうまいかないなと思ってる時になんかたまたま胃がんの原因の99%はピロリ菌ですみたいなことをあの研究してる先生に会ってでその人に言われてなるほどと思って。その <laughs> そのこことととを啓蒙するるだっったら俺にもできるなと思ってあそこもそうなんですねあの広げるっていう意味で、はい、全然広がってなかったんで,でそれやったのが最初ですねそ,うそれに関して言うとあ<ー>でも当時10年ぐらい前は年間5万人近く胃がんで亡くなってたんですけど今もう4万人切るところもぐらいまで来たんで、まあ、多少は役に立っていくかなこれ、うんうん、リサーチする時って活字ですか <何>そうですね。主に主にテキスト情報ですね。ど,どっからのテキスト？も、ま、う、あ、主にネットですよ。ネットで調べて。どう行き着くんですか。その欲しい<え>欲しい情報のテキストってどうやってもう調べ？え、だって別にグーグルで検索すればいいじゃないですか。そのじゃ再生引用とか。<ー>本当にそういうシンプルなこう,う、ね、調べ方で。はいはい、で、まあ専門の文献とかに行き着いて。はい、専門の文献とかにも行き着くし、まあその細かいところはスタッフにやってもらいますけど。はいはい。はい さんが考える今んか参入するべきビジネスみたいなあったりするんですかい別にないです別にそれはだからその人のやりたいことによるからそっちじゃないんですねなんかしゃ喋っててマーケットとか関係ないんすね多分今日用意されてる質問全部勝手にやったらだと思うんですよねこれから来るビジネスはとかいやそんなの分かんなよっとですよね来るとか来ないとかじゃないってことですよねだって なんか企業とかするのにマクロのことあんま考えてもしょうがなくないみたいな、うん、とは思いますねだってちっちゃいでしょあんたみたいな、うん、そもそも最初はみんな、はい、いきなりね社員100人の会社を作るわけじゃないでしょう、はいうん、ほとんどの人たちはヘルスケア系のビジネスもやってますあれはどういうモチベーションをやってるのあすからその自分がアンンチエイジングしたいのと、うん まあ、でも、それが一番大きいですね。うん、自分のため、自分のためが一番大きいです、ね。結構、健康欲はありますよね、堀江さんって。いや、だって、健康じゃないと、何もできないじゃないですか。いや、全然当たり前ですけどそ。その通りなんですよね。えーうん、でも、なんか、やっぱり、とにかく体力だと思って。うんうん、なんか、めったに病気しないんですけど。病気すると、ああ、常に病気してる人って、こういうマインドなんだなって思いますよね。はい、うん。 でもアイアンマンとか完走されてますよねはいはいはいだから尋常じゃない体力ですよねだからやっぱ体力は大事ですただこれはそのもう肯定的につけられるものじゃないから、うん、体力ない人はあんまり無理はできないですね、うん、無理しない方がいいです、ね、いやそういう人は世界一のビジネスは無理ですああ<ー>残念ながら僕あの一応ジムをやってるんですけども、はい、堀江さんジムをやるとしたらどういうジムにしますよくそういう系の質問来るんですけど、うん うん、だからジムではなないいのかかもしれないですよね<う>だから広くその体力があんまりない人も含めて、うん、一番その最大限みんなの健康寿命を伸ばそうっていうのが KPI だとすれば、うん、僕が啓蒙したいのは多分そこなんでうん、うん、みんなの健康寿命を伸ばしましょうっていう KPI を達成するのに一番最適機会に近いのはゴルフなんで。えー ゴルフにはまらせるような何かを作りますね。はあ、うー、ん、まあ、やってますね。やってる。だからジムではないんですよね。多分最適化は、はあ、ジムに行ける人はやっぱり少数派なんですよ。うん、まあ、でもチョコザップとかは割と近いよなとは思いますけど。はい,は,いはい、はい、うん、確かにめちゃめちゃ鍛えたい人が来る場所じゃない。 そうなんですよだからさすがだなと思ったのはたまにあいつ当てんだよねあの社長 <laughs> 彼はすごいやっぱりなやっぱ当ててる実績あるから、うん、おからクッキーで当たり、うん、その後ライザップで当たり当、はい、でチョコザップも当ててということでいろいろチャレンジしてる中でたまに当てるんでやっぱすごい才能あるんだろうなと思うんですけど、うんうん、チョコザップもいいですよね僕は思いつかなかったですけどチョコザップは。 なんかただチョコサップのなんか動画広告に出てコンサルはしてますけどねああそうですね俺何入れ,る入れるって言ったの多分人からだったかな人からとか一人カラオケとかあと,えとホワイトニングホワイトニングは僕は言い出したはず確かあそうなんだえセルフホワイトニングセルフリオフホワイトニングあれは多分僕は言い出したんだと思うえ確かあそうっすか、うん あと何言ったかな鏡みたいなのでなんか動画でヨガとかなんかそういうの,のこうなんか動画レクチャー鏡みたいな,ないはいはいありますよねああいうのもやったらいいんじゃないのとかなんか結構いろいろ言ったんですけど全部やりますとかって言ってました、ね、いいなぁってほしいな <laughs> カクリル入ってもらったらいいんじゃないですか言ってほしいですねクリ,クリスタルジムすごいですね、うん、ただ僕の KPI そこなんでゴルフを普及させたい と思っているん僕はゴだから、うん、動画教材を作ってて、うん、動画と電子書籍ゴルフの練習は無駄っていうゴルフの練習は無駄、はい、打ちっぱなしでいくら、うんうんうん、打っても下手を固めるだけだとかそういう話がいっぱい載ってるんですけど、うん、要は座学なんですよ、うん、日本のスポーツ業界のよくないところは座学を軽視する傾向にあるんですよ、うん、そのそれもそのはず コーチって大体元選手じゃないですか、はい、プロの<ー>がもうプロ引退して現役引退してコーチになるケースが多いんで頭筋肉系が多いんですよいやわかるなだからなんか人の動きを見てそれを真似するのはできるけど座学は得意じゃないみたいな人が多いんですけど<ー>一般人は座学からやった方が絶対いいんですよ<ー>だって運転免許取る時って絶対座学入るじゃないですかいきなり実技じゃないもん そうだから座学って大事なんですよ<ー>運動って体の動かし方をマニュアルでまず教えてもらうってことは大事なんだけどやんないんだよね<ー>体育の授業からやってないですもんね、うん、確かにだから上手くなんないんですよ でうまくならないとスポーツって面白くないんで、うん、だから運動神経が良くてなんか目で見て覚えられるみたいなやつが活躍してる世界になってんだけどああなるほど確かにそこのシステムちゃんとやれば、うん、もっといろんな人に可能性があったってことです、ね、そうなんですそうなんです,ですだから運動神経が良くないって言われてる人でもちゃんと座学をやるとそうな気がします、ね、そう俺竹井壮に言われてすげえなるほどなと思ったのが 武井壮って堀江さんでも11秒台で100メートル走らせられます断言するんですよどうやってやんのって言ったら、うん、いや、要はベクトルを進行方向に向ける最適解を探すだけなんですっていう話なんですよ、うん、要は人間って走る時に上のベクトルと横のベクトル両方じゃないですかと上のベクトルをできるだけ減らすんですよ、うん、で、前に進むことにできるだけね、はい、上に行かないとかではできないんで、はい 上のベクトルできるだけ減らす形を多分20パターンとか多分20歩とかしかないんですよ1 0 0ルってすべ、うん、ての型を覚えるんですはあ<ー>なるほどもう予約したらもう教えるのが下手な社会なのかもしれないなって常に思ってますねそうそうそうだからみんな何でこれをやるんだとか、うん、僕なんかは何でこのトレーニングやるのって知りたい派なんですよ、うん、だけど誰も教えてくれないからそうですよね 理屈は分かんないけどこれやればいいんですよとかって言うからめっちゃかるなだからゴルフもやっと今のコーチがそういうふうなことをやってくれる人だったんで引き出しいっぱい持っててその人に合った教え方だから僕は目で見て覚えるのは得意じゃないんですべてオートマチックにで,できるだけ静止した状態でできることを全部やって。 でやるってやったら上手くなりましたやっぱり。ああ、それは絶対ありそうですよ。しかも最近性高いし。そう、ゴルフっていうのはできるだけ関節を固定してやるスポーツなんだ。はい。だから極端な話、ま一箇所しか関節がなかったらめちゃくちゃ簡単なんですよ。はあ。いっぱいあるから難しく複雑な動きになっちゃうんですね。そう。シンプルにしちゃえばいいってことか。だからできるだけ固めることが大事で。 いっぱいある関節をできるだけオートマチックに固めることが大事なんですけど、うん、そんなこと誰も教えてくれないからだからご自身で学ぶも、ね、を作って学ぶコンテンツを作ったんだけど座学でね上手くなる方が上手くなる人多そう,す、ね、そうなんですねスポーツっていうのは上手くくななならいいと面白くないんですよ、うんうん、だけど運動が下手だと言われた人でも頭であの上手くなれるんで、うん、ある程度は。はい もちろんプロとかにはなれないですけど、うん、別にプロになるのが目的じゃないから、うんね、要は健康寿命を長くすることが目的なので、うん、楽しくそれも、うん、辛い運動って絶対長続きしないんで,しいです、ね、楽しい運動で適度な運動だ年を取ってもできるっていうとやっぱゴルフって最適なんですよね、はあ、だからゴルフ系の事業はやっていこうと思ってますけど、うん、いやでもなんかすごいそうしようって思いましたよ さされれてるじゃないですかましたよ僕の本があるんでそれをテキストで買ってもらってそれをやるスクールとかを例えばジムとかでやるとそこを広めてもらえるとすごくだからここのジム入ったらゴルフうまくなるからそうするとねスコア良くなったらみんなゴルフ場通うじゃないですかだからいいですよねっていうでも練習は絶対ラウンドレッスンなんですよ。ううんん コーチと一緒にラウンドするのが一番うまくなりますからあの人に見てもらわないとダメなんですよグルーって、うん、タイガー・ウッズですらコーチいるんですからうトッププロでもコーチがいるんで素人はもアマチュアはもっとコーチに見てもらわなきゃいけないのになぜか一人で打ちっぱなしに行って下手を固めてるっていう、うん、それが常識になっちゃってるでしょなってるでしょう、ね、なってますよねだっっってて打ちっぱなしに行っていやー今日は このコンペのために300級売ってきたよとかって自慢するおじさんとかいますけど、まバカだなとか思いながら、バカ <laughs> 口悪いんだから、それはそれは心の中で思って言わないですけど、はい、言わないですね。はい、言わないですけど、そっと僕のなんか本をはい。 コンペの商品にする。ああ、すごいだから人のためですよね。<laughs> まあだから本当脳がマッチョになったらやダメだなと思いました。だ<ー>ね。はい。自身の脳がまでマッチョになった。じゃあそれこそチョコザップの社長も脳、はい、がマッチョじゃなさそうだなって聞いててる思そうなんかあの人ふわふわしてんだけど、たまにこういうスマッシュヒット飛ばすんですよね。確かに。かっこよ。才能ありますよすごく。 あっという間にお時間が来でしたけども野田さんいかがでした堀江さんとはいすっかり啓蒙された気がしますんかもう自分がどうやってやっていこうだからイメージが違くてもともと思ってたでもねこういう場を用意していただくと僕もその頭の中を整理できてあそうか俺は啓蒙が好きなんだっていう言葉を出したの初めてですああそうなんですねこんな言ったの今 20回ぐらい言ってましたもうありでたかとうか自分の中であ俺啓蒙が好きなんだなと思ってそれはポロッと出たんでああ嬉しいよかったぜひピボットまた出てくださいあぜひぜひ面白いですね勉強させてくださいぜひピボットでまた啓蒙をお願いしいますありがとうございましたありがとうございます ピボットアプリではランニングしながらでも学べるバックグラウンド再生が可能です運動中通勤中家事をしながらでもいつでもどこでも学べます学びながらポイントをゲットできちゃいますよながらで学ぼう「ピボット」詳細は概要欄のリンクをチェック